前科3番893番初期太郎です。本日のお話は広島構想第一次広島構想広島市編ですね。と言ってもですね、構想があまりにも長いんで一気に全部はお話しできるわけもなく、まあ今言ったように、今回は第一次広島構想広島市ですね。この後呉市の場面もあるんで、お話ししようと思います。第一次広島構想の場面は2つございまして、広島市と今申し上げた通り呉市となっておりますね。時期的には同じ戦後直後の頃の話です。もう当然これはもう皆様本当に社会現象ともなった仁義なき戦いの広島のヤクザのお話なんでございます。ただ漠然としすぎまして、当然仁義なき戦いのところは名前が違ってますからね、当然映画なんで、まあそういったことも考えて、これはもう実在のあった名前で、ちょっと私がわかる範囲で説明させていただければなと思っております。ご存知の通り広島は原爆の被害を受け、この無秩序で混乱状態が長く続きました。まずは広島市ということでお話しします。簡単に申し上げますと、敵屋系岡組対爆刀系岡組の地域利権の争いになりますね。岡組は戦後の振興団体ですね。バクトと言っても鳥羽だけのしのぎではなく、どんなことでもするというような、その当時で言う進歩的っていうか、その当時で現代的なヤクザということですよね。同じく闇市を支配し、闇市っていうのは要は物を売るにも国政府の許可がいることをだったり、許可がないことを、まあ本当は闇ではないですね、自然の流れで自分たちが物々交換ではないんですけど、お米がある人はお米を売り、ジャガイモがある人がジャガイモ、例えば何かそのトウモロコシを焼いて売るだとかというようなこと、あと物品、服だとか骨董品だとかっていうような雑多な、この今でいうフリーマーケットのようなことですね、わかりやすく言えば。ただ闇市というと何かすごく犯罪めいて聞こえますが、自然の流れっていうことですよね。をそれぞれがやっていくことによって、そこのかすりを取る、まあそこで管理をしたり邪魔をさせなかったりするっていうことで利権を得ているっていうことだったんですね。まあ当然広島では闇市が林立し、運営管理する暴力団や外国人不良集団グレン隊などのね、対立が激しく、日常的に暴力、傷害、殺人事件が発生する、もこの無法地帯になっているわけですね。それでも商売はやっていかなきゃいけないし、品物は欲しいということですね。まあ駅構内でも同様で、困り果てた国鉄は実力をつけてきた岡組組長に便宜を与える代わりに、駅周辺の治安の維持を頼むわけですね。依頼するわけです。岡組は不良、また外国人などを取り込んだり排除したりしながら、この治安改善、そして組織拡大に成功していくわけです。そこで、まあ警察も岡組を支持して、治安維持に努めていくっていうことですね。まあ当時警察なんて力がもうないわけですからね。敗戦したばかりなんで。まあ戦時中は、警察って言っても軍部が強いわけで、この憲兵が全ての力を持っているということなんで、終戦中にこの警察組織になったといったところで、ただの寄せ集めみたいなものなんで、なかなかこの法秩序を今のような状態ではなかったっていうことですね。そして国鉄や警察のバックアップを受けて、岡組は呉市で勢力を拡大し、対立の村上組を壊滅させ、広島市を制圧していくわけですね。そこで活躍した岡組の実力者が、内越、服部、原田など、そうそうたるメンバーなんですね。彼ら実力者の名前は、その後の第二次広島構想、仁義なき戦いですよね、に繋がっていきますので、今の時点ではこの名前の紹介のみでさせていただきます。まあ、しばらくは安泰だった岡組ですが、岡組長の健康状態が問題になり、岡組の後目を誰にするかという問題にぶち当たるわけですね。岡組長の舎弟の内越は、山本健一、初代山健組の組長、山口組のですね、と美濃幸三、悪魔のキューピー、大西の舎弟の仲介で、山口組系安原会会長と兄弟杯を交わすということになりますね。実力者は内越以外にもいましたから、内越は山口組をバックにつけて力をつけたという
気になっていたんですかね。しかしこれがあだとなってしまうんですね。ちょっと考えればわかると思うんですけど、広島ですからね、広島。岡組長は昔かたぎの組長で、山口組の広島振興をよく思っていません。後目を兄貴分である山村組組長、山村達夫に譲るということになります。普通は兄貴分に組を譲るなんて、まあ、あまり聞いたことないんですね。異例なんですね。これがまた複雑な構想を生んでいくということになるんです。まあ、こっからが、皆様が好きなというか、ここから仁義なき戦い、映画のね、なっていくっていうことなんです。ということで、まあ、今日はここまでにしておきますが、そんな形でこの第一次広島構想で、次の呉市編と続くというわけです。以上です。本日のお話は、第二次広島構想、代理戦争とも言われていますね。第一次広島構想は、呉市を制した山村組、広島市を制した岡組の話でした。第二次広島構想は、血で血を洗う殺戮、まあ構想の多さ、死亡者、負傷者の多さもですが、デマ情報など支援団体の裏切りなどを誰を信じていいのかわからなくなった。戦闘員が寝返ったり、組員がですね、自分の組織の組員が寝返ったり、寝返られたりして、情報や工作に翻弄されるという複雑な背景を持つ混乱を呼ぶ構想です。第二次広島構想は簡単に言えば、内越信夫 VS 山村達夫の勢力争いなのですが、内越信夫には山口組、山村達夫には神戸本田会が後ろ盾につき、遠隔操作的に内越山村の組員を使って広島進出を試みたこともあり、代理戦争とも言われているわけです。この人々、人物がですね、あちこち入り乱れるので、名前がある程度わからないと何が何だかさっぱりついていけなくなりますので、よろしくお願いします。まずは、内越の略歴を紹介しつつ話を進めます。内越は大正9年広島生まれ、戦後広島で運送会社を始める傍ら、古物商を営んだと言われております。西広島駅前の闇市を根城に勢力を拡大しつつ、岡敏夫が岡組を結成すると同時に射程杯を交わし、岡組に貢献した。射程の一人が岡敏夫に反逆した時、内越は若い衆を集め反逆者を射殺。この事件で広島に内越ありと名声を高めたと言われておりますね。内越は社交的で政治的手腕も持つ人物だった。広島カープ球団の講演会を作ったり、今では考えられませんね。運輸業界の政治家と親交を持ち、経営するタクシー会社を安定させ、経済的にも勢力を拡大した。内越は、味方勢力にも敵勢力にも兄弟関係を築き、力を盤石にしようと努めた。昭和36年11月、内越は山口組の実力者安原と兄弟杯を交わした。博多事件の時に山口組支援のため内越は応援部隊を派遣し、山口組傘下であることを明らかにしたということですね。敵にも味方にも兄弟関係があるし、大きな後ろ盾も得て内越は安心していた。そんなところですね。昭和37年5月に岡敏夫が健康上の理由で引退。これが広島に激震を走らせた。岡組内外から後目は内越と思われていたし、本人もそう信じていたけれども、山口組との杯を良しと思わなかった岡敏夫は、後目を兄貴分の山村達夫に託すことに。この時、岡敏夫の命令で、網野と美野が情報で裏でやり取りをしたことが後に明かされた。山村組は岡組組員を預かり、広島市の縄張りもしのぎも手中に収め、棚からボタ持ち的に一気に勢力を拡大することになった。得意満面の山村は、これで山陽一の親分じゃっと吹聴して回るというような始末であったみたいですね。面目丸つぶれの内越は面白くない。山口組までバックにつけたのに裏目に出るとはという感じですね。山村組は70人から一気に220人と組員増員し、縄張りも財布も巨大になった。内越は射程関係の岡敏夫の兄貴分である山村とことを構えるつもりはないが、負け犬の烙印を押されるつもりもないと山村に兄弟杯を申し出るが、山村の答えは、射程兄弟分だと、若い衆なら
古文ならまあ鳴らしちゃってもええが射程に言うてできるかいという有名なセリフですね。仁義なき戦いの有名なセリフですというふうになったということなんですね。まあこれで打ち越しバーサス山村の理由はわかりますねって言っても分かりにくいですけど、だいぶわかりやすくしたんですけど、こんな感じなんですね。で、構想はここから複雑になっていくんです。昭和37年6月山村組幹部美濃構造旧岡組網野光三郎、この方は昭和38年ヤクザを引退、実業家になり清掃会社を日本の有数のビルメンテナンス総合会社に成長させます。網野さんですね。網野光三郎さんですね。原田正造の3人はこの3人は襲名披露出席のため福岡へ飛行機で向かった。そこで迎えに来た者に、打ち越しがあんたら3人の暗殺を企てているらしいと聞かされ驚くと。網野原田は打ち越しと兄弟として親交が深まっていたし、美濃も打ち越しが山口組との杯を交わすため一肌脱いでおり、打ち越しから狙われる理由がない、すぐさま広島へ戻ったと。美濃、網野原田は服部茂と永田重義の二人を加え、打ち越しの暗殺計画について知りたかった五人は岡敏夫を訪ねた。どうすべきか元親分に助言を求めたのだ。それからすぐ五人は打ち越し組に乗り込み、杯を水に返すと。怒りに震えながら言い放ち去ったと。打ち越しは先立った五人に何も言い返さず、ただ唖然と見送ることしかできなかった。身に覚えのないデマ情報、自分が罠にかけられていること、仕組んだ奴がいることを直感し、打ち越しも岡敏夫に面会した。しかし岡は言葉を濁したため、欲しい情報は取れなかった。ということなんですね。間もなく次の事件が起こる。打ち越しが和解を成立させたと思ってた事件が失敗となり、またしても打ち越しの顔が潰された。デマの暗殺計画、仲裁の失敗、打ち越しは孤立していく。さらに山村組からは打ち越し組の賭場を閉めろと圧力をかけられたと。打ち越し組の組員は濡れ衣を着せられた、怒りを抱え真実も分からず怪しい情報に翻弄されていく。まあそれでいつでも暴れる準備はもうできているっていう状態ですね。この時美濃の存在が注目された。暗殺計画のデマも賭場への圧力も美濃が裏で手を引いているというのだ。美濃は後に自分の汚名返上のために収監中に手記を書き、それが仁義なき戦いの元になったということは有名な話ですね。美濃、山村の書いた絵に打ち越しは追い詰められていくわけです。ただ打ち越しには山口組という切り札があった。杯を交わした山口組の安原が広島に乗り込み、打ち越しの名誉挽回を図る。安原が仲介役となって、網野、原田、美濃は打ち越しに一方的な絶縁について詫び入れし、射程杯を改めて交わすことになった。騎士の大門の威力は圧倒的だったんですね。やっぱり打ち越しは念願かなって三代目山口組田岡組長の直系の若い衆となり、打ち越し組から打ち越し会へ改名した。誤解が解けて一安心と有頂天になった打ち越しは旅行へ出かけてしまう。杯を交わし直した元射程たちは、山口組の力に屈しただけで打ち越しに心を許したわけではなく、さらに旅行中に山口組から打ち越し会に通達が届くわけです。打ち越し会の頭山口を破門せいと。山口は打ち越し会の右腕であり信頼できる存在であった。自分の右腕をなぜと思ったが、打ち越しは命令に逆らうことはできず、山口は汚名を着せられたまま破門させられた。後に打ち越しも、これも美濃が山口組にデマを吹き込んだせいだと言っている。山口組はさらに注文をつけてきた。射程に戻した奴らを打ち越し会に入れて一本立ちさせろと。交渉の結果、最初は皆打ち越し会に乗り換えることに動揺したが、最終的には美濃が山村組から破門され、打ち越し会へ参入しただけで、残りの者は引退したり山村組に残ったりしたということなんですね。山口組は打ち越し会に入らなかった者は破門せえと怒りをあらわにしたという。散々打ち越しを困らせてきた美濃だけが打ち越し会へ入り一本立ちしたということなんですね。美濃は組長の山村達夫とも、山村組幹部の日上実とも、うまくいってなかった。山村組若頭の佐々木が山村から独立したがった時に、美濃は間を取り持つが、その時のエピソードで美濃は汚名を着せられたと怒り、手記をしたためたという。山村組長は任侠とは
ほど遠い人物で、どちらかといえば商人的、商売人的センスを持つ人物だったと言われております。日上は山村に媚びへつらい、山村から可愛がられたようで、どちらも美濃の好みに合わないと不満を抱えていた。日上は美濃組の幹部を射殺し、美濃組員が日上を射殺することになった。抗争は打ち越し夫人の塩屋の葬儀で、山口組関係者1000人もの参列者が広島入り、山村組へ圧力をかけた後激化していく。昭和38年のことである、なんですね。なぜこんなにややこしいのかっていうことなんですが、映画とかにしてしまうとこんなにややこしくは書けないんで、一辺倒のことなんですけども、実際はこれだけ複雑になって分かりにくいからこそ、殺したり殺されたりっていうことになっていくわけなんですね。私がこのような昔のことをですね、ほじくり出して調べてやってるかっていうと、現代にも関係はなく、今もまだ名前が出てきた組織も構想状態であるわけですよね。後に今のことってなかなか喋りにくいし、わからないことも多いんだけども、年代が違えども根本的には内部分裂、仲間割れってこのようなことが原因だっていうふうには私は感じておりますので、何かの参考になればというふうに思っております。まだこの話には続きがあります。よろしくお願いします。本日のお話は前回に引き続き第二次広島抗争の続きなんでございますね。打ち越し夫人の父親の葬儀で、山口組の意向を十分に見せつけた翌日、美濃組の若い衆が山村組幹部、日上の部下、日上の若い衆に射殺されたと。若い衆は美濃について山村組から打ち越し会へ移ったものだった。裏切り者への鉄槌を堂々と下したのである。一方山口組はこの報復のチャンスに乗じて一気に広島屋に乗り込もうとするんですね。美濃もこの際に親交のある山口組の山本健一、山健組の組長ですねと兄弟杯を交わし、報復に乗り気であった。しかし打ち越しは美濃と山村の親子喧嘩ということで二の足を踏んだ。これで山口組の頭地道は打ち越しを見放すと。山本健一も喧嘩もできんで何が山口組の射程じゃ、笑わせるな、そんなにね喧嘩したくないんだったら、我はもう引っ込んどれボケナスのタクシー野郎と言ったということですね。まあタクシー会社を経営してますからねと怒鳴り散らしたと。打ち越しは今回の葬儀の式を取り上げられたわけですね。地道は葬儀の式を美濃へ依頼したが、警戒していた広島県警が美濃を逮捕してしまうと。大暴れこそできなかったが、山口組は神戸、北九州、下関、大阪、東京から関係者を集め、総勢1700人を集結させたということなんですね。対して警官は1400人。圧倒的な動員力を見せつけられ、山村組は静観するしかなかった。山村達夫は対抗力を持つべく、神戸本田会、会長の本田と兄弟杯を交わし、後ろ盾を得た。こうして、代理戦争と言われることになっていくわけですね。この広島ヤクザと広島進出を狙う支援組織が、まあ、この舞台に揃っていくわけです。ここから抗争は立て続けに起こっていくんですね。飲んだ帰りに打ち越しを訪ねてきた打ち越しの元射程、当時すでに堅気になっていたものと、その友達、その友人ら6人の一般市民を打ち越し会の若い衆が焦って、で山村組の殴り込みと勘違いして殺傷事件を起こしてしまう。まあ一般市民を襲ったとあっては、もうこの市民は恐怖に震え上がるわけですね。さらに市街地で打ち越し会の組員たちと友好団体の野村の集団が打ち越しから汚名を着せられた、破門された山口秀弘ら数十人と銃撃戦を起こしてしまうわけです。もう市民はこの街の安全が守れなくなり、家に引きこもらざるを得なくなったっていうから、もうとんでもないことが起こってるわけですね。抗争はさらに続き、打ち越し会の盟友、声優会会長の岡俊明が暗殺された。岡も美濃と共に山村組から打ち越し会へ移った経緯があった。報復行動を起こさないでもたもたしている打ち越しを尻目に、声優会は山村組の本拠地であるグランドパレスをダイナマイトで爆破した。これ以降抗争は銃撃に加え、爆発物、ダイナマイト攻撃がエスカレートしていくわけです。広島県警は抗争を制圧すべく、山村達夫と内越信夫、両組長と両者の関係者らを逮捕。トップを捕まえれば争いが収まるだろうという甘い考えだったんですね。
しかし両組長が逮捕されて翌日からも抗争は悪化の歯止めがかからない。広島、山口組系の事務所のダイナマイトで爆破事件、広島市内でのタクシーからの銃乱射事件、山村達夫自宅へのダイナマイトが仕掛けられた事件、まあこれは爆破未遂に終わっているんですね。神戸本中井系の事務所に猟銃弾が撃ち込まれる、声優会会長の実刑、岡組最高幹部暗殺事件、これは打ち越し会派同士の縄張りをめぐり内部抗争であり、打ち越しへのダメージは大きかったと見られますね。敵対の抗争だけではなく内部抗争まで起こり始め、さらなる激烈化を恐れた警察は警戒を強化した。どんな些細な争いも厳しく取り締まることが功を奏して、抗争は鎮火を見せる。同時期に山口組と神戸本田会の抗争が本格的になる前に、神戸湾岸の実力者たちの仲介により事態を収束するよう働きかけ、支援団体の直接抗争は免れた。ここで代理戦争としての幕は下り、打ち越し会と山村組の争いへ舞台が戻ると。昭和39年5月下旬に山村達夫は政治結社共生会を結成するんですね。これが今ある広島共生会のもう原点になるわけですね。村上組、浜本組、山口秀組ですね、秀弘組ですね、浜辺組、巡航船員を含めるとおよそ700人という中国地方第一の大組織を作り上げた。共生会初代会長はもちろん山村達夫である。山村は打ち越し会とその友好団体をじりじりと追い詰めていく。山村は打ち越し会から人材を引き抜き、裏切りは暗殺、銃撃など容赦がない。小競り合いが続いた中、共生会住吉組組長暗殺事件、犯行は小原組組員だったみたいですね、を最後に、第二次広島抗争は幕を閉じた。長く複雑な抗争はやっと収まったわけですね。中国地方5県警の扱った検挙者数は3265人、5173件。昭和40年6月山村は引退した。8月に打ち越しは元右腕の山口と手打ちをし、共生会との手打ちにつなげたと。被害はすべて現地広島や呉の組員たちだったんですね。山口組にも神戸本田会にも実害はないが、結局得たものもなかった。広島進出は失敗に終わったと。あれだけの抗争をね、起こしたのに、はい、おしまいと、すべてなかったことにはならないわけですよ。当然、打ち越し会と山村組の争いは断続的にあったものの、双方を疲弊していくわけですよね。だんだんともう、この尻つぼみになっていくわけです。正式な第二次広島抗争終結は、昭和42年8月、手打ち式の世話人、海王ですね。が、覚えていますかね。第一次広島抗争で、ヤクザと親交を持つ実業家が、手打ちの世話人になったということなんです。仁義なき戦いは美濃光三さんが網走刑務所収監中に7年かけて書き上げた手記が元になり映画化されております。これは美濃さんの主観で作られたものです。菅原文太主演でかっこよく書かれていますね。これは実際とは違うというような声も結構あったんですね。例えば山村達夫さんの役は金子信夫さんが演じていますが、実際の山村さんはイメージ的にはかけ離れているそうで、プロデューサーは三国連太郎さんをね、山村役にしたかったそうですが、広島弁を喋れない。私もね、ここで何とか言おうと思って、なかなか難しいんですよ。なんちゃってみたいになるから、格好悪いんで、そのセリフのとこ普通に読みましたけど、広島弁を使えない。格好つけすぎるのはダメなどの理由で、金子さんに決まり、まあ、後に素晴らしい演技っていうことで映画化でね、やっぱり私たちも印象にあるわけなんですよね。ですから一方逆の内越さんからの主観で見た広島抗争はまた全然違ったものになったと思うんですね。山村さんの主観から見たらまた別の広島抗争になったわけですよね、きっと。内越さんの語った言葉を借りると、抗争が一番激しかった昭和38年から39年、美濃は逮捕されていたので知らないはずの情報がまるで体験したかのように書かれている。いくら不満があった親分だろうと、山村さんの書き方はひどいということは語っておられるわけですね。まあこれもまた事実なんですね。戦後の混乱期、日本はどこも大変なんですね。無力化した国家は GHQ に逆らえず、治安は悪化、もう無法地帯。時の権力がですね、ヤクザを頼って
日本国民を、市民をね、守った時代なんです。確かにその時は必要悪でヤクザが必要な存在だったんですね。戦後の混乱が落ち着き、朝鮮戦争の特需で高度成長期にかかると、縄張り争い、勢力拡大で暴力に再現がなくなっていくわけですね。お金が絡んできたわけですね。この資金獲得っていうか、根本的にあるのは。で、それが抗争が各地で起きるようになり、広島抗争はその中でも背景が複雑で、被害も大きかったのはもう確かなんですね。この広島代理戦争にあるように、背景が高度成長期の伸びていく時の抗争、今、翻って今の抗争っていうのは疲弊していく、経済が落ち込む、法律体系がものすごく厳しくなって、そしてもう社会がもう暴力団、ヤクザを許さないっていう方向に行く時の各地で起こる内部争いっていうのは特筆するもので、やはり、社会状況が違っていたとしても、ここをよく考えてみていくと、また違う見方ができるのではないかと思います。ありがとうございます。